勝手に決めちゃえばやらなきゃいけないと思うんで、次はシングルマッチをドングリー夫人選手、その星にダブル世界ヘビー、おい挑戦者おらんねやろ、おいそこまで言うならその輝くベルト挑戦させてくださいちゃんと。明るいイメージ持ってるんですが、その明るいイメージを何か変えてやろうかなと、もう焦らせる何かプロレスをぶつけてやりたいなと思ってます。プロレスリング支援として、そしてどんぐり藤江として、全てをぶつけて、このベルトを持って新しい波を起こしたいと思います。ベルトだけでもいろんなタイミングが重なって、正直このベルトを持ってるっていう重みというかありがたみっていうのは失いつつあるのかなと思うので、俺はこのベルトのチャンピオンなんだぞ、ダブルプロレスの顔なんだぞっていうのをもう一回このどんぐり藤江戦を機にしっかりと試合で見せていけたらな、リングで見せていけたらなっていうようなそんな形ですかね。Yeah.